皆さんどうもこんにちは。今日も多分絶好調、うつ主のミーです。皆さんどうもこんにちは、最近サボり気味の霊夢です。無遅刻無欠席、マリサだぜ。ということで本日は、ネジを集めて換金し、最強のロボットを作る、というゲームで遊んでいきます。情報量が多い。まずはネジを集めればいい感じ？うん、すべてはそこから始まるね。壮大な物語の前みたいだな。とりあえずネジを集めていきますね。バーナー。ネジを熱して温度を上げていきます。それ集めてからじゃないとダメなの？ほら見て、1500度のネジだよ。はぐらかしやがったわ。で、集めたらどうすんだ？このネジをさらに高温で溶かします。そうするとほら、大きなインゴットが。おお、マネーマネー。そのインゴットは何かに使うのか？もちろん、これがないとロボットが作れないからね。ここにロボットのために資金を注ぎます。で、ここに落ちている鉄くずを集めて、さらにインゴットを量産する。あ、どこかで聞いたことあるわ。電子機器とかから金が取れるし、鉄も高く売れるって。ガラクタに見えても綺麗にすれば生まれ変わるのです。このゲームはリサイクルのゲームだな。鉄も溶かせば金になる。金で新たな発明品を作る。自給自足じゃないの。もちろんこの謎の人間の技術力あってのことだけどね。鉄を軽々と持ち運んでるしな。もうこの人がロボットなのかもしれない。人類が滅びた後の世界だわきっと。このゲーム、闇が深いかもしれない。考えすぎだと思え。これで周りにあった鉄くずは全部溶かせたわね。インゴットは精錬所を強化するのにも使えます。強化すれば生産速度が上がりそうだな。さあこの調子でどんどん働いていきましょう。ネジからスタートよ。これ別にネジじゃなくてもいいよな。ネジがそこら辺に大量に落ちていたんじゃない？どういう状況だよ。私も何か身近なものから大儲けできないかな。欲の塊じゃねえか。雪だるまで冷やすわけにはいかないので、熱を保って精錬所まで運びます。この謎のゲートは何なんだ？さあここからお仕事開始です。鉄を集めて、金を作って新たに建築。機械が2台になったから効率も2倍だね。どうせなら自動で鉄くずを集めてほしいけどな。ベルトコンベアみたいなのを置いて、自動で鉄くずを釜に入れるようなシステム希望です。もう自分が何もしなくてもいいようなシステムにしたいわ。それゲームとしてダメだろ。まだまだロボットが完成しないので、もっと鉄を集めていきたいと思います。最初のこの工程はちゃんとやらなくちゃダメね。謎のゲートを突破できないと精錬所に入れないしな。あ、またゲート。これスポンジじゃない？熱で綺麗に溶けてるし。メラミンスポンジみたい。この手のゲームでここまでやることが多いのは珍しいぜ。大抵ゴールしたら記録どこまで伸びるかで終わるもんね。よし、無事に作業場に到着。今日もせっせと働くぞ。ごっついロボットが出来上がってきてる。これ岩じゃなくてロボット？メタルロボットです。そもそも、どうしてロボットなんて作ってるんだ？ロボットを作らないといけない時代だからよ。すげえ時代だな。このロボット、なんかゴリラっぽいね。確かに、腕の長さとかがタイとかがな。ロボットゴリラ、通称ロボゴリね。ロボゴリの完成は間近、あと少しの頑張りです。よし、これでロボゴリが動く。おお、すごい、動いてるわ。どうやって操縦してるのかわからないがすごいぜ。見事ロボゴリが完成したのでこの先に進んでみようと思います。今までバトルって書いてある扉閉まってたのに開いてるぜ。一体何と戦うの？なんか赤い人が大量にいる。撃ってきてる撃ってきてる。この人たちが一体何者で何をしているのか全くわかりません。攻撃してきてるから敵でしょ。この世界ほんと謎だぜ。勝ったの？やったー、ロボゴリで勝てました。急に戦って勝って頭が追いつかねえな。ということでロボゴリは完成しましたが、ここで満足するわけにはいきません。満足しろよ。さらに強いロボットを作るつもりね。その通り、今よりもっと強力なロボットを作るよ。すごい向上心だぜ。それじゃあ突撃。なんかだんだんより良いものを作りたいって職人みたいになってきたわ。さっきまで右も左もわからなかったのにな。より高性能ロボを作ってあの人たちに披露したいね。見せるだけならいいが、あいつらすげえ好戦的だぜ。戦闘テストだと思えば問題ないわ。マッドサイエンティスとかよ。あれ？なんか道を塞いでる人がいるね。そこにいたら危ないからちょっとどいててねー。物理でどかしやがった。さあテキパキ働くわよ。サボり魔の霊夢が珍しいな。だって新しいロボットってワクワクしない？まあどういう感じになるのか気になるな。さっきより、より滑らかに人間みたいな見た目になりそうだよ。パンツ一丁の人間にしか見えないんだけど。パン一ロボット、パンツくん、最低なネーミングだぜ。
にパンツくんが完成しました。これ本当にロボットなんだよな。もちろん、パンツくんは正真正銘のロボットよ。この壁が邪魔なのでとりあえず壊します。パンツくん容赦なくて怖いんですけど。そんな小さな弾丸は意味ないです。こいつら、人類の敵、パンツの敵。パンツの敵。いけー、力を見せつけろ。やったー、パンツくんの強さが証明されたわ。ロボゴリも十分強かったけどな。ちなみに、パンツくんの強化先は、パンツくん V2 です。どこが変わったんだ。いやー、ネジ一本からこんなすごいロボットを作れるなんて、ほんといい時代になったものね。よくねえだろ。パンツくん作りたいなーって思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。何その宣伝文句。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。皆さんどうもこんにちは。たまには2番目マリサだぜ。3番目だとなんか変な感じ、霊夢です。ということで本日は、小さなボールを集めてボーリングをするゲームで遊んでいきます。小さいボールを集めてボーリングってできるもんなの？まあ普通はできねえよな。しかし、これはゲームなのでできるのです。おう。最初は1つのボールですが、このように一気に増殖します。それにしても綺麗な球場になるんだな。ああ、せっかく増えたのに減っちゃったわ。で、最後に集めたボールでボーリングをします。おいおい、最後のくぼみでだいぶ吸われてるじゃねえか。残ったのはたったの4つ。この4つで何本ピンを倒せるか？ 4つしか残ってなかったのになかなかの結果になりました。これがゲームの一通りの流れなんだな。ステージのギミックによってボールの残る数が変わりそうね。最後まで巨大なボールでボーリングがしたいよ。このゲームもコインを使って強化ができるみたいだな。最初からボールの数を増やすことができるってわけね。ステージを進めてどんどん強化していきましょう。なんとも言えないこの気持ちよさ。いくらみたいだね。色が同じだったらそれにしか見えなかっただろうよ。なるべく障害物に当たらないように。よし、前回の記録を超えろ。最後のこのくぼみがいらない。ここでタイミングよく押すんだ。ストライク。本当にストライクだった。この大きさでもストライク取れるってことが分かったわね。お金も結構もらえたからよかった。欲を言うなら1回で1万コインは欲しいわね。ボーナスステージでも難しいんじゃないか。そのままそのまま。最後に減るのは避けられないからな。なるべく減らさないように慎重に。トゲに触らないように。いけいけー。結果は82個か。だんだんボールを大きく保てるようになってるわね。あ、さっきの方が小さかったのに。ボールの大きさも大事だが投げる位置も大事ってことだな。ここで新資金ゲット。ボーリングにはやっぱりボーリングのボールよね。コインでランダムで獲得することもできます。なるほど、資金ガチャか。え、トマト？トマトが当たったよ。丸いものなら何でもありなのか。トマトでやってみましょう。なんでところどころ緑色なんだ？まだ熟してないトマトも混じってるんじゃないの？それかトマトのヘタが集まってこう見えるとか。集合するとトマトには見えないぜ。これ潰したら大変なことになりそうね。トマトでもボーリングができるってところを見せましょう。ああ、トマトたちが吸われる。いけ、トマトボール。微妙に惜しい。引き続きトマトで新記録を目指します。トマトで綺麗に転がるなら何でもうまく転がりそうね。とりあえず丸い形のものなら何でも使えます。順調にトマトボールが巨大化していってるな。これ一つでトマト400個分の栄養が取れます。400個近くあるからな。ボーリングもできて栄養も取れるなんて最高だね。そもそもトマトでボーリングをするのはおかしいけどな。さあ今回はストライクを取れるのか。トマトストライク。お、かなり残ってる。巨大トマトボールで突撃。続いてバスケットボールの資金が解放されました。これも一つが巨大化するんじゃなくて何百ものボールがくっついているんだわ。まさかこのボールもこんな使い方されるとは思ってないだろうな。バスケットボールってすごい硬いじゃない。顔面に何度も当たって涙が出た思い出しかない。さすがの運動神経だぜ。今回は少ないわねー。大きさはあまり関係ないのか。これはストライクか。微妙に動いてるからストライク。ボールの大きさは関係ないのかもね。今度は赤いボーリングのボールがもらえたな。色が変わるだけでものすごく性能が上がるのよね。変わらないと思う。スキンの性能とかじゃなくて、
自然とステージレベルが上がっていくにつれて巨大化してるぜ。とにかく何でもいいから進めろってことね。多分ステージ100とかになると画面からボールはみ出てると思う。何をやってるのかわからねえ。ボーリングのボールでボーリングって面白くないわね。それが普通なんだよ。目指せストライク、パカーンと勢いよく行きたいね。144個のボーリングのボール、行きます。やったー、これは素晴らしいストライク。綺麗に決まるとスカッとするな。だんだんステージのギミックが複雑になってきました。ちょっとでも道を間違えたら大変だな。このトラップほんといい仕事しやがるわ。あれ？見えない。増えてるのか減ってるのかどうなったんだ。あれ？変わってない。変わってなかったから大丈夫かしら。このままゴールまで行ければいいけどな。一個でもいいから届けー。170個からスタート。雲行きが怪しくなってきたぞ。170個でもダメだった。あの分岐を上に進んでたらゴールできてたんだろうね。でもボーリングまで到着できなくても次に進めた。ボーリングはおまけみたいなもんなんだろうな。今回はいける気しかしないわ。ボーリング55。坂だけのシンプルなステージもいいもんだわ。進むだけで楽だもんね。動画的には難しい方が燃えるだろ。巨大ボール、やっておしまい。よっしゃー、ストライクいただき。よし、最後は超特大のボールを作ってゴールするぞ。そう宣言すると大抵うまくいかないのがうぷ主です。今回の私はいつもとは一味違います。どう違うんだ？こう違う。わかるか。もう461個。もっともっと巨大化だ。避けろ。危ない、ギリギリ。あー、大きすぎて削られちゃった。それでも600個以上も集まった。もうこれ、ボーリングというより玉転がしだな。あのまま吹っ飛ばしたかったな。それでも246個、すごい数だよ。ストライーク。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみカンパにも負けない、うぷ主のミーです。随分と寒そうだけど。皆さんどうもこんにちは。人類みんな兄弟、フランだよ。何を言い出すかと思えば、どうせ今回も振り回されるマリサだぜ。ということで本日はおなじみ、成長して強くなって何者かになるゲームを実況していきます。何者って誰？それはわからない。わーい、楽しみ、何かになりたいなー。皆さんもいつか成長したら何かになっているかもしれません。不安を煽るようなことを言うな。今回はこのファイターを育成して最強を目指したいと思います。最強を目指すって言ったって、難しくないか？そりゃそうだよ、最強ってすごく遠い道だもん。でも修行に修行を重ねれば、いつか人は最強になれる。ああ、このゲームは買ってきたぞ。前に実況したハギーワギーを進化させるゲームみたいに、同じ種類のやつを重ねて強化していき、敵を倒せばいいんだ。この場合、チェンソーマンを増産したみたいに。チェンソーマンって。やれ、チェンソーマン。なるほど、確かにマリサの言った通りみたいだね。このゲームはチェンソーマンのゲームでした。それじゃあどんどん同胞を増やして進化していきましょう。チェンソーになりたくないやつなんかいないよね。大部分の人はなりたくねえだろ。なんで？チェンソーはすごい強いんだよ。強くても見た目が恐ろしいだろうが。すでにチェンソーマンに変わってるメンバーが4人。あ、さらに進化したんじゃない？ほんとだ、ピンク色のチェンソーマンになってやがる。さらにそこからイエローチェンソーマンに進化。え？このゲームチェンソーマンのゲーム？チェンソーマンのゲームです。いっけー、チェンソーマン。ちなみに私はチェンソーマンが何なのか知りません。今すぐ見てこい。チェンソーマン余裕の進撃。ということでチェンソーマン軍団、余裕の勝利です。うぷ主はチェンソーマン知ってる？もちろん、原作漫画は読んでるよ。アニメのクオリティもすごかったよな。出版社が命かけてるって感じたよねー。チェンソーマン見たことない方はぜひこの機会に見てくださいねー。ちょっとゴア表現強いけど面白いからハマるはず。もう見てきたのか？いやまだ。見てこいこらー。相手もチェンソーマン、こっちも負けていられないね。どんどん重ねてパワーアップしないと負けちゃうよ。まあまあ、落ち着いて強化していこう。相手の最大戦力はピンクのチェンソーマンだ。こっちはその上のチェンソーマンで対抗させてもらうよ。おお、青いチェンソーマン。チェンソーというよりピザカッターみたいだったんだけど。人数で言えば相手の方が上、しかしこっちには青いチェンソーマンがいる。強い、青いチェンソーなかなかやるじゃねえか。ピンクのチェンソーマンはあっという間に倒しちゃったよ。やっぱりチェンソーマンは青なんだよな。色関係ある？やったー、たった二人で大勝利です。チェンソーマンの究極進化ってどうなるのかな。チェンソーがなくなるとか。チェンソーマンとは言えなくなるだろうが。究極進化、いつか見てみたいな。このゲームを極めたらきっと見れるよ。ああ、仲間たちが障害物で大丈夫、
このゲーム人数の勝負じゃないから。銃の頭のやつが出てきたんだけど。これぞ銃の悪魔。あいつ一人でなんとかなるんじゃないか。人数じゃないのはわかってるけど、これで少しは安心だよ。さあこれでいけるはず。チェンソーマン軍隊出撃。今回は遠距離射撃部隊がいるからより安心だよ。確かに援護射撃は助かるな。おらー、これでレベル4クリアじゃー。よし、今回もチェンソー部隊頑張ってくれたね。これ何の戦いなんだ。それではより強いチェンソーになるために頑張りましょう。いけいけー、目指せ最強チェンソーマン。最近ゲームセンターとかチェンソーマンのグッズばっかり見る気がするぜ。世界がチェンソーマンになっているんじゃない。どういうこと。チェンソーマンのお話わかった。世の中のチェンソーマンを集めて最強のチェンソー王になる話でしょ。違います。え、もうボス登場。でも前回の軍隊が残ってくれてるぜ。このシステムすごいね。ああ、この手のゲームはリセットされるのが当たり前だけどな。ブルーとイエローのチェンソーマンが相手だぞ。ついでに援護部隊もいるぞ。みんな頑張れ。銃のやつまで進化したぞ。これで火力がアップ。いけるよいけるよ。やれー、チェンソーマンでチェンソーマンを倒せー。これ何がどうなってるんだ。とりあえず前衛部隊は倒した。あとは後衛の銃の部隊だけ。やったー、大勝利。やっぱりチェンソーなんだよ。相手もチェンソーなんだけどな。続いてレベル6、スタート。そういえば今更だけど久しぶりにこの手のゲームやったね。久しぶりに遊んだけど面白いよね。このはちゃめちゃ感が。褒めてるのそれ。チェンソーマンって悪魔を倒すんでしょ。ちょっとは見せきたみたいだな。簡単に言えばそうだね。悪魔出てこなくない。このゲームはオリジナル要素があるんだよ。相手もなかなか強そうな感じになってきたな。しっかり強化していかねえと足元すくわれるぞ。チェンソーマンで遊ぶな。ヒュージョン、はぁ、ドリルマンなの。チェンソーマンはドリルマンに変わりました。もうめちゃくちゃじゃねえかよ。強ければ勝てばよかろうなのです。ドリルマンすごい余裕そうだな。ドリル一切使うことなくぶん殴ってるよ。ドリルマンは腕っぷちは自信あるみたいです。ああ、仲間がことごとくやられちまった。そんなの関係ねえ。ドリルマン勝利。味方の無念を見事に晴らしたー。そしてレベル14。チェンソーマンの進化は無限大だね。もうチェンソーなんか見る影もなかったけどな。魂が、チェンソーソウルがあれば問題ないでしょ。え、ソウル。チェンソーマンの魂を引き継いだ新たな姿はこれだ。ドリルと変なのがいるんだけど。イカノコギリマンだ。もう刃物なら全部チェンソーマンでいいんじゃない。なんて適当な。さあ強化した次世代のチェンソーマンたちよ。相手のチェンソーマンをやっつけておしまい。うおー、すごい、いけるぞ、頑張れー。圧倒的人数差で押す。なんでどいつもこいつも刃物を使わないでぶん殴るんだ。やっぱり頼れるのは己の拳のみってことだよ。殴りすぎ。みんなもチェンソーマン育ててみてね。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみどこにでもいるようなうぷ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。どこにでもいない霊夢です。あいつらが何を言ってるのかわからないのは日常、マリサだぜ。ということで本日も面白そうなゲームで遊んでいきたいと思います。面白そうなゲーム。このスコップをどんどん強化してより頑丈なものにしていくんだ。もしかしてマージって呼ばれる系統のゲーム。え、霊夢知ってるのか。え、もちろん、マージっていうのは同じ種類のものを重ねてどんどん強化していくゲームのことよ。へえ、前回遊んだチェンソーも似た感じだったな。今はスコップ1個だけど、ステージが進んでいくごとに、どんどん数が増えていくと思うよ。マージ系ゲームって結構種類があってどれも面白いのよね。重ねて進化、が簡単だもんね。あ、スコップが金のスコップに変わったぜ。これで強度もアップ、より深く掘り進められることでしょう。さあ宝箱までお願いね。さっきは届かなかったからな。イエーイ、金のスコップ最高。金の次はもちろんダイヤモンドなのかな。そりゃあダイヤじゃなかったら意味ないわよ。意味とかあるのか。これで鉄を2個合わせて金にして、ここぞとばかりにしっかりアイテムも使うわ。序盤も序盤で使っていいのか。大丈夫、このスコップステージが変わっても消えないから。ちょっと待って、ダイヤじゃないわ。すごいショック受けてる。あれ？鉄っぽいね。マイクラ方式じゃないのかな？そんなにすぐにダイヤができるわけじゃないってことだろ。それもそうね。ダイヤは貴重だからダイヤだものね。それはちょっとわからない。すごい、スコップの本数が増えると獲得できる宝箱の数も増えるんだ。最後まで到達できたらな。こっちだけが強化されるわけじゃなくて、ブロックもより強固になっていくのが憎いわ。獲得したブロックは街づくりに使うことができます。無駄がないな。もっともっとスコップを強化していかないと破壊できない。ということでひたすら重ねていきましょう。お、これで鉄のスコップが4本になるぜ。
じゃじゃーん、さらに鉄のスコップ。さらに鉄のスコップってなんだよ。より強い鉄のスコップだね。それを重ねてエメラルドのスコップができたわ。さすがはエメラルド、サクサク削れるぜ。もっとエメラルドがあれば報酬大量ゲットなのに。見えてるのに取れないものほど悔しいことはないわ。まあまあ、こういうのは急いだって仕方ねえ。コツコツ地道に強化していこう。そうよね、課金なんてしないわよ。フラグにしか聞こえないんだけど。コインを使ってスコップを購入して2本目のエメラルドを作ることができました。おお、すごい速度だが、このブロックはしぶといみたいだ。2個もゲットできたしいいでしょ。だいぶ材料のスコップが増えましたよ。よし、これで強力なスコップを増産できるわね。増やしてもいいけど重ねてさらに強化もできるぜ。出たー、なんかよくわからないけど硬そうなやつ。黒曜石？何かしらこれ？今後こんなのがバンバン出てくるんだろうな。とりあえず今はこれで。これって廃棄した場所を掘り進めてくれるんだな。ああ、本当だ、気づかなかったわ。これめちゃくちゃ硬。真ん中は壊せたけど左端は厳しそうね。あれを壊したことでスコップ1本獲得です。強い1本を作るか数を増やすか迷うところよね。強いのを作れば確実に宝箱はゲットできるけど、多くは獲得できないからね。うまくできてるな。この紫のスコップもすぐに使い物にならなくなるんでしょうね。この手のゲームはインフレがすごいから、長く遊べるのはいいかもしれないぜ。コインも使って賢く本数を増やしていくわよ。なんかちょっとしたパズルゲームみたいでいいね。これで日頃のストレスを 2% 発散できます。全然発散できねえ。おお、ついにダイヤモンドかな。やったー、ダイヤのスコップゲットよ。まだ量産はできないけどコツコツ頑張りましょう。なんというスピードだ、凄まじいな。ダイヤでも結構苦戦してるブロックがある。なんとか壊して宝箱2個獲得。ここでみんな大好きボーナスステージの登場です。ダイヤ大量にもらえるの？もらえません。全部柔らかブロックだから一気にサクサクっといきたいね。おやー、サクサクサクー。通常ステージもこんなに楽ならいいんだけどな。報酬がっぽりゲット。これを使って攻略していきましょう。このステージはハードレベルということで気合を入れていくよ。わざわざ警告してくれるなんて随分優しいじゃないの。下の宝箱にたどり着くことも難しいんだろうか。ダイヤで難しかったらこの先一体何の素材のスコップになるのか。ダイヤ以上に価値のある素材なんてなくない？値段で見てるだろ。これでダイヤスコップ2本目。このステージはしっかりがっちり準備していきたいわ。まあ今後も使えるし備えておくのはいいことだよな。よしよし、最初の頃とは見違えるほど強いスコップになったね。やり込めばやり込むほど強くなれるから面白いわ。さあ暴れなさい、ダイヤスコップ軍団。問題はここからだぜ。おお、すごい強度、いったんじゃない。よっしゃー、宝箱大量獲得。おお、ダイヤ艦隊だわ。5列ダイヤなら安心できるぜ。やっぱり1点強化もいいけどこれぞロマンだよね。いつかは最強スコップでマスを全部埋めたいわ。今回はこの編成で行ってみろ。いけー、掘り進めろ。もしやこれは夢の。さあ、全宝箱獲得。これ以上嬉しいことなかなかないわよ。どんだけ嬉しいんだ。続いてのステージはボスステージみたいです。それならここでダイヤを進化させましょう。なんだこの真っ赤なスコップ。ダイヤよりも強靭なんだよね。そうみたいだけど何の素材かしら。まあ強ければ OK ということで。相変わらず適当だぜ。赤いスコップが3つ、いける気しかないわ。よし、準備万端、これで行ってみよう。さあ砕け散れ。この先が重要。ボスが本当にいた。よっしゃー、ボス撃破ー。あんな化け物までいるとはな。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみゆっくりだけどゆっくりじゃないうぷ主のみーです。毎度おなじみゆっくり霊夢です。っていうとなんかゆっくり実況感あるわね。ゆっくりマリサだぜ。こういう挨拶全然しないからなんか違和感があるな。ということで本日は気を削っていくゲームで遊んでいきます。はい、気を削っていくだけ。そう、気を削っていくだけ。ということで早速やっていきましょう。これ飲みか。そうそう飲み。なんかすげえシュールな光景だな。この飲みを操って気を削っていきます。おお、輪っかがぐるぐるになっていくわ。飲みで気を削ってこんな風に輪っかを作っていきます。ゴール前の床まで削れるんかい。という感じで削って高得点を目指すというのが一連の流れです。ゲーム内容は至ってシンプルね。飲みは進化できるみたいだな。よりたくさん気を削れるようになるみたいね。
コツコツやっていきましょう。実際ののみもこんな風に削ることできるのかしら？均等な厚さを削れないとこうはならないだろう。あれ？これでクリアでいいの？結構ガバガバね。レベル3、やっていきましょう。のみは触ったことないけど、彫刻刀は使ったことあってさ、あれほんと力加減が難しいわよね。わかる。美術の時に彫刻刀で木を彫ったけど、慣れないとダメだね。ゲームなら均一な力加減でうまくやってくれるぜ。これ大きければ大きいほどいいの？どうなんだろう？まだわからないんだよね。でも6メートルしかジャンプしなかったぜ。もっと大きくすれば高くジャンプするのかどうか、職人じゃないからそこのところはなんとも。職人でもわからないと思う。ノミがカッターナイフにグレードアップしました。ノミの方が耐久度高そうじゃない？さすがのカッターも金属は切れないから気をつけないとね。金属部分は避けて進まないといけないってわけね。あのレンガの壁も削って壊さないと突破は無理なんだろうな。そうだね、基本的には削ったもので壊して進むって感じが正解みたい。今度は成功ね。このまま高くジャンプよ。どうやら巨大にしても高い点数が取れるというわけではなさそうです。より高くジャンプさせるにはむしろ小さくて軽い方がいいのかも。このゲーム結構奥が深いのかもしれないな。おお、気持ちいい。油断してたらこれだよ。つい金属を避けるの忘れちゃうな。ねえ、カッターの刃って折っていくものらしいんだけどさ、実際にそういう使い方したことある？折るの知らなかった。そもそも日常的にカッターを使う機会がないんだよな。刃を折って切れ味を回復させることができるんだって。どうやって折るの？詳しくはググってみてね。知らないんかい？今回もいまいち伸びなかったか。どの程度削るか自分で調整しないといけないぜ。あのバスケットに入っても特に何もないでしょ。ブロックすら壊れてないじゃない。お次の道具を解放できたので、こちらで挑戦したいと思います。ああ、これ首をギコギコするノコギリじゃないの？そんな物騒な使い方するか。あ、通り抜けた。どうなってるの？このノコギリって本来どうやって使うのよ？腕っぷしの強い二人が交互にギコギコと。イメージそのまんまなんだけど。一人でギコギコしない分、作業の負担が軽減されるんじゃない？道具変えても記録は伸びず。それではどんどん木を削っていきましょう。何をあのガード、弾かれちゃったじゃない。お邪魔障害物もあるんだな。どれくらいの大きさにすれば通れるのか加減が難しいね。この手のゲームでテクニックが要求されるのは新鮮よ。ああ、やってしまった。私も職人として頑張らないといけないみたいです。大丈夫かよ。おお、一気にブロックを破壊できたわ。ブロックに触ってないように見えたけどね。でも大きいとブロックをぶっ壊してくれるからいいわね。ブロックをなんとかしないと進むこともできないからね。障害物がなければでかく作っても問題ないのか。最後は少し調整を加えてゴール。うわぁ、全然跳ねなかった。何が難しいってこの最後の調整よね。まさかこんなにテクニックが必要なゲームだとは思わなかったよ。おお、二人、だんだん削るのに慣れてきてるんじゃない？この道で生きていけるかもしれない。収入ゼロだぞ。ああ、惜しい。大きさの調整がミリ単位だ。これをマスターすれば木彫り職人になれそうね。いやいや、現実はこんな風にスラスラ削れないぞ。人対話する必要があるな。悪くない。やっぱり最後の壁で高得点取って終わりたいよね。あれはどのくらいの大きさで上に飛ぶのか謎すぎる。ここで削った木は基本使えないわけでしょ？ゴールの床しか使用できないみたいだよね。つい金属まで削りたくなっちゃう病気です。現実だったら絶対にやらないけどな。なんかこのくるくるがバームクーヘンに見えてきた。え、バームクーヘンじゃないの？どう見ても削りカスだろうが。そろそろ問題の壁が見えてきたわ。ハイスコアを目指して削る。あえてこのくらい。新記録きたー。軽い方がジャンプするのね。つい多く削りがちだったけどそういうことだったんだな。必ずしもたくさん削ればいいというわけではありませんでした。この手のゲームは最後に大きければ大きいほど記録が伸びたから、このゲームは特殊かもしれないわね。そうだな、初めてのタイプだぜ。ここも多く削りすぎない。まあこんなもんですよ。ただ削ればいいわけじゃないから面白いわ。スリルとテクニックが欲しいって人にはおすすめのゲームだぜ。イエーイ、慣れてくるとうまくいって楽しい。ただ動かせばいいってもんじゃないのが面白いところよ。
最後はほんの少しだけ。さっきみたいにうまくいくか。おお、やっぱり軽いのが正解だった。これで今日から木彫り職人だ。皆さんどうもこんにちは。花粉症っていつになったら終わるのか、うぷ主のみーです。突然ですが皆さんは雨が好きですか？私はあまり好きではありません。霊夢です。英語の教科書のやりとりみたいだな。いつも通りのマリサだぜ。ということで本日は、頭をぐるぐる巻きにしていくゲームで遊んでいきます。ごめんちょっと何を言ってるのかわからねえ。なるほど、頭を巻いてハイスコアを目指すのね。理解できたの。操作は簡単。この手のゲームでおなじみ、スライドさせるだけ。本当に頭がぐるぐるに巻かれてる。輪っかを重ねて大きくしているのね。こういうおもちゃあるよね。で、これで何するんだ？ここで集めた輪っかを伸ばして。輪っかが必要ないんじゃないかって？この世に必要のないものはないのである。いやどう見てもあれくぐっただけなんじゃないか？マリサ、それは、心が汚れてるからそう見えたのよ。霊夢の言う通り、あれはバネなんだ。この輪っかを重ねることでバネになり、バネの力で人間が飛ぶ。いやバネ、バネか？これは？バネって輪っかを重ねてできるんだよ。違う、絶対違う。ということでどんどん輪っかを集めていきます。まあ集めていくのは爽快感があるな。ゴールの先に巨人がいたけどあいつ倒せるのかな？多分倒せるよ。でも相当数の輪っかが必要だね。おいおい、これでかくなりすぎても障害物にぶつかるんじゃないか？それが結構心配だよね。でも避ければ問題ないよね。すごいポジティブ。でもどうしても避けられない時ってありますよね。このように破壊すれば問題なし。結局それか。どうにもならない時は力で解決に限るわね。暴力ダメ絶対。なかなか巨人のところまでたどり着けないねー。簡単じゃない方が燃えるけどな。巨人を倒すことを目標に頑張ろうと思います。何か目標を持ってやった方が面白いわね。何事もそうですよ。大体達成できないけど。あれ？もう一人いる？吸収できちゃった。吸収するもんなんだな。吸収した方が効率はいいわね。お、200の大玉。待て待てー、吸収させてー。弾かれてしまった。なるほどね、そう簡単にはいかないってことだわ。この手のゲームじゃ自分より数字が上のやつには勝てないからな。まだまだ修行不足ってことか。今に見てろ、200なんてあっという間に吸収してやる。その息だ、頑張れー。でもさっきの数字で巨人まで惜しいところまで行ったよな。あの感じだと200くらいで巨人とバトルできるかもね。巨人に勝ったらリアルマネープレゼントなわけがない。おお、ここに来て人も障害物もモリモリだ。この世界では輪っか人間が一般的なのか？そうみたいだね。そこら中頭が輪っかだもん。今回はかなりいい感じな気がする。余裕で200を超えてもうすぐ300ってところです。果たして記録は？そこで止まるんかい。いけると思ったのに。あそこで止まるとなると、300いかないと無理だな。そう、あの巨人、なかなかに手強いわね。そしてだんだんと難しくなっているコース。スコアを稼ぐためになるべくぶつからないようにしないとな。そうなんだけど、それが非常に難しい。あんたが下手なだけじゃないの？意外と繊細さが試されるゲーム。なんで壁が浮き上がってるの？突っ込んだら負けです。よく今の避けられたわね。輪っかの感覚を掴んできたのかもしれない。うわ、前の人300超えか。え、吸収できた？気まぐれで吸収できたりできなかったりするのね。ゲームに振り回されてる。今回こそいけるでしょ。わかった、あの巨人と戦うことなんか最初からできなかったんだ。ただの置物ってことか。400超えてたのにダメだったってことはそうかなって。具体的な数値が書いてないからわからないのよね。皆さん、巨人に期待するのはやめましょう。かわいそうだろうが。倒せたらいいな感覚が一番楽なのよ。お前重力どうなってんだ。スペシャルフィーバータイム突入です。ここまで来ると重力とか関係なくなるのね。そりゃ頭に輪っかくっつけてるくらいだしね。すごい、かつてないほどの輪っか量。吸収は？できないんかい。シェフの気まぐれとか料理名についていることあるしね。これとは全く関係ないけどな。これもシェフの気まぐれか。やった！
巨人がなんと倒せるということが分かったので、巨人をバンバン倒していきたいと思います。500以上稼げばぶっ飛ばせたのねー。意外と500以上って難しいけどな。コース運もあるよねー。こうなっちゃダメなのよ、こうなっちゃ。欲張って2列取り。よくそんな俊敏に動けるもんだ。輪っかは軽いから。軽いものはコンクリート破壊できねえだろ。輪っかの耐久性は半端じゃないわね。しっかり丁寧に回収して高スコアを狙います。この手のゲームいろいろやってるけどやめ時がわからないよな。自己満足したらそこで終わる感じになるわね。え、待って、どうなったのこれ。ぶつかったらスタートに戻されて、どうしてこうなったのか全くわかりません。輪っかも全く取れません。こんなの来たら巨人もビビるだろうね。巨人どころか誰が見てもビビるよ。皆さん、このゲームの正解はこれです。なわけねえだろ。これ空中はどうなるの。キャサリン、僕らずっと一緒だよ。もちろんよ。じゃあ、ボブ、助けて。彼女は俺様がいただいた。キャサリーン。いやキャサリン、待っていてくれ、必ず助けるぞ。ということで本日は、ボブがキャサリンを助けるゲームで遊んでいきます。唐突、まだいつものどうでもいい挨拶もしてないんだけど。あ、今回もうプ主のミートマリサと。もっとちゃんと紹介してくれよ。どうも、1億年ぶりの登場、レミリアよ。盛りすぎなんですけど。さあ早くキャサリンを助けに行くわよ。それはわかってるんだけど具体的に何するゲームだ。剣を鍛えて最強の剣を作るゲームだよ。なるほど、自分じゃなくて武器を育成していくんだな。剣は血を吸わせれば吸わせるほど強くなるってことよね。だ、多分そういうことだね。それでは早速やっていきましょう。この赤いやつは、彼女を連れ去ったやつの手下っぽいな。あ、そうだったの。ただの的だと思ってたわ。おう。こいつを切ってどんどん剣を鍛えていきます。随分と長くなったな。敵を切れば強くなるっていうシステム、単純でいいわね。最後にはブーストもしてくれるみたいです。ゴリラマップ2つかよ。スタート段階でゴリラマップ2つなら今後どうなってしまうのか。人間マップ2つも夢じゃないわね。なんでそんなに楽しそうなの。という感じでどんどん切って鍛えていきます。ちょいちょいこういう障害物も用意されているんだな。あ、ちょうどいいところに的だったわよ。どうです、ストレス発散ですよね。あの顔面軍団が来れば来るほどいい気分だわ。今回はどこまで切れるのか楽しみだぜ。ゴリラ以上の記録を出したい。いけ、エクスカリバー。よくわからない動物を切ったわ。テラノドンまで真っ二つかよ。恐竜を軽々と真っ二つにできればあの顔面ボスも倒せる気がしてくるわね。それでもあいつは見た目以上の実力者。最大限強くならなくちゃ彼女を助けられないよ。なんかこの剣見たことある気がするんだけど。ブンブン言いそうね。通常の剣からパワーアップして、ライトセーバーもどきでいきます。これいつになったら現実世界で実装されるのかしらね。実装されちゃダメだろ。高圧力レーザーならもうありそうだよね。それなのにどうして武器にしないのか。真剣に悩んでるこの人。剣みたいにレーザーを出力するのが難しいんじゃない？確かに光を決めた長さで出すのは難しそうね。あとは威力が弱い。もしかしたら言うほどレーザーって威力が高くないのかも。まずはレーザー包丁、レーザーナイフから実用化を目指しましょう。目指さなくてもいいんだよ別に。こっちのレーザーは恐竜マップ2つのものすごいエネルギーよ。一体どんな温度なんだよ。おお、今度は真っ黒い剣になりました。黒いだけじゃなくて虹色の謎のオーラも出てるわね。なんだかわからないけどこれはこれですごいです。これは新記録、期待できるな。恐竜どころかこのステージ全て切れそうだよ。剣って実際のところ、何をどうしたら最強になるのかしらね。耐久度、切れ味がやっぱり重要になってくるんじゃないか。そうよね、単純だけど結局そこが大事よね。いくら強力な切れ味でもすぐに壊れたらどうしようもないし、逆に耐久値が高くても切れ味が悪かったら使わないもんな。今回のこちらの黒剣はどうでしょうか。もう異常な切れ味。なかなかいい武器だったわね。敵がピンク色になりました。なんだこいつら、トゲコーラみたいなのつけてるぞ。ああ、あれを切ると剣が消耗しちゃう。敵もだんだん学習してきているみたいね。とにかくトゲコーラには気をつけないと。敵まで強くなるのは難易度が見るからに上がってて、緊張感が増して面白いぜ。うまい、だんだん適応できてきてるわ。
急に反転するのずるくない？反射神経も試されるのかよ。さあトゲコーラ相手にどこまで行けたのか。なるべくここでブーストする。よし、かなり巨大になった。いけー。惜しいな。それから何度か挑戦して燃える剣を手に入れました。おお、これは見た目からしてヤバそうじゃない。見た目以上にきっと切れ味もすごいはず。すげえ、スーッと切れてるじゃねえか。お昼の通販番組の包丁みたいだわ。悔しいけどなんかわかる表現。さっと切ってこの大きさ。今の段階でこれならめっちゃ期待できるな。あー、やっちゃった。あいつらの表情で判断できるんじゃない？確かに、反転するやつはなんかにやけてたね。にやけ顔のやつは要注意ってことよ。それがわかればもうこっちのもんだね。すごい長さだ、新記録に期待だぜ。さらにここでブーストしてパワーアップ。いけー。超えた。あんな巨大な怪獣まで真っ二つ。やったー、新記録更新。あれだけスパスパ切れるとスカッとするわね。新記録更新は単純に嬉しいんだが、これどこまで行ったらガールフレンドを救えるんだ？マリサ、簡単に助けられたらこのゲームが終わっちゃうじゃない。終わらないことがこのゲームの売り上げにつながるのよ。汚いお金の話が出てきちゃったよ。まあそう簡単には救えないよね。そうだな、コンシューマーじゃないもんな。我々にできることは助けることじゃなくていい記録を出すことです。冒頭のストーリーは何だったんだ？サービス終了間際には救えるようになるわ。あ、にやけが起きれた。タイミングがいいとうまく切れるもんなんだな。今回の剣は切り株から生えてきた、おそらく木製の剣、つまり木刀ですが、どこまで切れるのか。物干し竿レベルの木刀なんて初めて見たわ。いけー、勢いで切って切って切りまくれ。ちょっと待て、もうすごいんだけど。木刀、半端じゃないね。お見事、ドラゴン一歩手前だったけどすごいわ。皆さんどうもこんにちは。育成系のゲーム、意外と好き。うぷ主のミーです。おつむが足りてる霊夢です。自分で言うことか。毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日は、みんな大好き、ガーテンオブバンバンのキャラを育ててみよう。え？どういうこと？見てよこれ。あいつでしょ？ジャンボジョッシュでしょ？色がそもそも違くねえか？まあその辺はね。多少はね。ってことで育成していきましょう。こいつ思いっきりプレイヤーの敵として出てくるけど、操作する側になるとなんか不思議と可愛く見えてくるな。あ、あの鳥のパチモンみたいなのもいるじゃない。おお、おしゃれジョッシュになった。なるほど、重ねて進化させて戦わせるのね。コインでメンバーを購入することもできます。なるほど、マージ系のゲームだって理解したぜ。お、鳥も出せたわ。同じキャラを重ねて進化させて。ジャンボジョッシュ、進化ー。あれ？もっとハローなキティちゃんじゃなかった？いい殴り。この鳥は遠距離攻撃してくれるのね。やりました、見事敵軍団に勝利です。この調子でたくさん仲間を集めて進化させていきましょう。このゲームは最終的に仲間の数で強さが決まってくるんだな。そうだね、この道の上では進化しないみたい。あ、前回のメンバーは残ってるのね。さあみんな、ここで進化するのです。二段階目が三体も。今回は数の暴力で行くわよ。数の暴力怖すぎだろ。やっぱり何でも大人数の方が強いんだね。やったー、大勝利ね。こうなると究極進化形態が気になりますよね。どんなに進化してもあのマスコットたちの中のどれかになるだろ。そうね、あのマスコットたちの中では誰が一番強いのかしら。バンバンが一番ずる賢そうだけど。おい、相手にクラゲっぽいのがいるぞ。あれは油断できないねー。あいつチャプター3のパッケージにいたぜ。それなら相当な強さを隠してるわね。こっちの進化も抜かりなく。今回はバンバリーナ軍団でいきます。頑張れ、バンバリーナ。想像以上に肉弾戦。クラゲ一匹ならサクッと勝てるでしょ。いやあいつ強いぞ。負けるなぁ。よっしゃぁ、かなりやられたけど勝った。さすがはチャプター3登場予定だけあって強かったわ。敵もだんだん強くなってきて燃えてきたね。あ、体液採取したやつもいるじゃねえか。え、何それグロい。あのフワッティみたいなのがそこら辺に座っててね。直接あいつに追われたことはないんだよな。ザパワー系って感じで追ってにはぴったりそうなのにね。鳥を重ねたらこいつになりました。どういう仕組みかは全くわかりません。
とりあえず今回も前衛はバンバリーナ、後攻はキャプテンフィドルズにします。お前も遠距離攻撃型かよ。この見た目でまさかの遠距離攻撃型、パワー系に見えてそうじゃない。ギャップがいいわね。しかも強さはかなりのもの。後方支援ならこいつにお任せだな。まだまだレベル6、頑張っていきましょう。今のところ苦戦してないから順調ね。人数も確実に増えていってるしな。数が多ければ多いほど色々な戦法が取れるからね。それにしてもこの道、人を減らしたくてたまらないみたいね。結局5人になってしまいました。それでも盤面ぴったりだぜ。あら、新種の敵ね。警察官バンバンとバンバリーナみたいな何か。強さはどうなのか気になるわね。お、バンバリーナを重ねるとバンバンになったぜ。こっちも同じバンバンが相手だ。バンバンを量産してバンバン軍団で挑むわよ。バンバンは原作でも相当強いだろうし、いけそうだね。どう戦うのか楽しみだぜ。いけー。さあバンバン軍団バランスよく散らばりました。両サイドの前後助手は撃破。真ん中の白いやつに手こずってる。それに後ろのクラゲが強すぎるわ。うわあ、クラゲ2体ヤバすぎる。あのブサも強かったわ。ここまでサクサクいけてたけど、これはしっかり対策しないとダメだね。どうやって攻略するか悩むな。あのブタが強いならこっちもあのブタを作るのはどう？ブタにブタをぶつける作戦ね。でも1体だけじゃ心もとないから、ブタを2体以上作りたい。そうだな、純粋に戦力が底上げされそうだぜ。ちょっと少ないですが、前回のメンバーが残っているので大丈夫でしょう。バンバンを重ねてブタに進化させる。よし、いけるわ。さらにもう一体。相手の後ろにはクラゲ2体いるけど関係ないわ。ひねりつぶせー。人数じゃこっちの方が少ないが。どう？両サイドとバンバンは倒したか。激しいブタ同士の殴り合いが起こってるわ。よし、敵のブタ撃破。クラゲワンパンしたわよ。人数振りでも関係なかったな。レベル8にやってきました。だいぶギミックが増えてきたな。おお、一斉ジャンプすごいわ。なんかブラックバンバンが。なんだったんださっきのは。あ、新しい鳥みたいなのがいる。あの帽子すごい既視感がある。道の敵はとりあえず警戒していこう。何をどうしたらあれになるのかしら。あ、クラゲ2体でなれるのね。もうガーテンオブバンバンじゃないよねこれ。いや、黒いバンバンにもなれるんかい。しかも結構ステータス高い。豚の上位互換、負ける気がしないわ。さあ黒バンバンの実力はどうだ。あっという間に豚倒してなかったか。とんでもないインフレゲーだよこれ。ブラックバンバン、恐るべし。皆さんどうもこんにちは。本日は絶賛寝不足、うつ主のミーです。途中で寝るなよな。皆さんどうもこんにちは、ぐっすり眠れた霊夢です。いつもと変わりなし、マリサだぜ。ということで本日は、ブラックホールを使って弾丸を吸収するゲームを遊んでいきます。え？ブラックホール？弾丸？なぜ弾丸を吸い込むの？そこに弾丸があるからさ。いや全然わからん。まあとにかくそこら辺の弾丸を吸い込んでいく、そんなゆるいゲームとなっております。おい、だんだんブラックホールがでかくなってきてねえか。ほんとだ、最初こんなんじゃなかったのに。昔流行った余計っぽいよね。でもこれ、吸い込むだけで敵はいないんだろ。こんな巨人出てくんの。最後は蓄えた弾丸で巨人を倒します。そして巨人も吸収するんかい、というような流れになっています。弾丸を吸い込んで最後はボスにぶつけるんだな。シンプルだけどどうやって強くなっていくのか気になるわね。コインを使って強化ができるみたいです。お、弾丸もランクがあるのか。これはダイヤを使うことで解放できるみたいね。課金ポイントもバッチリ用意されてますよ。なんで嬉しそうなんだ。しっかりちゃっかり強化していきますね。どうでしょうか。わかんないわよ。どんなもんかどんどん吸い込んでみましょう。まあ実際にやってみないことにはわからないよな。弾丸の他に手裏剣も用意されてるのね。手裏剣って強いのかな。相手は巨人だから致命傷は難しいだろうよ。少しでも火力がプラスされたらいいね。いつの間にかかなり巨大化してるわよ。なんかブラックホールじゃなくて人の顔に見えてきた。金のせいだな。手裏剣が細かいこと細かいこと。吸い込むのはここまで。吸い込んだ在庫を一斉放出してやるわ。
手裏剣100個以上も吸い込んでたの。あとは弾丸を一斉に飛ばす。やったー、今回も大勝利。手裏剣を甘く見てたけどあれはとんでもないわね。量が尋常じゃなかったからな。石でも何でも数さえ吸い込めばいけるってことだね。ゴミでも OK? OK。ほんとかよ。かねー。ここでボーナスステージです。見ての通り、お金だらけなので、とにかく吸い込みまくりましょう。ここに天国があったんだ。こんなに喜ぶのお前くらいだろうな。それじゃあ遠慮なく吸い込みます。ああ、これがゲームなのが惜しいわ。現実でもこれやりたい。難しいだろうな。こんなに金品を吸い込めるなんて贅沢だね。これ吸い込めるだけ吸い込んだらいくらになるんだ？意外と少なかった。それでは通常ステージの攻略に戻りましょう。巨人なんて出なくていいからずっとボーナスステージでいいわ。何のゲームかわからねえ。あれ？なんか森に見えたんだけど、あれって手榴弾だよね？あ、ほんとだ、手榴弾だわ。森に見えるほど密集している手榴弾って何なの？森の手榴弾。ただただ物騒。これは効果力期待できるわね。ここでタイムアップ。だいぶ吸い込めたんじゃないか？さあボスとの戦いよ。大量の手榴弾を飲み込んだこの私に、果たして勝てるかな？おい、なんか急に巨人の HP 増えてないか？え？いや負けたんだけど。結構吸い込んだのに負けた。改めまして今度はもっとしっかり取り込んでいきたいと思います。このオレンジの筒みたいなのも弾丸？多分そうだと思う。それかパトカーのサイレンか。それは絶対ないと思うわ。今回は時間以内にたらふく吸い込むぞ。今回は勝てる気がする。いけー。ダメだった。3度目の挑戦です。どうやったら勝てるのかわからない。何をどうしたらいいのか謎だわ。あ、今度はなんかわからないけど勝てた。このゲーム、奥が深い。よくわかりませんがこの勢いでやっていきましょう。そうね、勢いで押し切るのも大事だわ。それにしても毎回綺麗に並んでるもんだな。手裏剣が星みたいで綺麗。芸術よ芸術。これで時間制限がなかったらいいのにな。ザ爆弾って感じの爆弾があるんだけど。実際にああいう爆弾って存在するのかな？昔はあれが主流だったんじゃない？今だと花火の玉がこういう形だよな。巨人に特大花火をプレゼントしてあげよう。あんなに手榴弾が大きく見えたのにもう小さい。恐るべし、ブラックホールアライグマ。正直勝てるかちょっと微妙なところ。こんなに吸い込んでるのに全然安心できないよな。あ、でも爆弾の威力めっちゃ高い。うおお、来るなー。やったー、押し切れた。なんか無駄に緊張感がある戦いよね。ステージ12までやってきました。ここまで来るともう何が何だかわかりません。ここにあるもの全部物騒。誰が何のために用意しているのかもわからないわ。ここまで来ると拳銃に地雷になんでもあります。ここは武器庫かよ。これだけの弾薬、なかなか見れるものじゃないわね。なんだあの壁みたいなの。ガソリン入りのポリタンクかな。サイズバグってる。その後ろには名探偵こんなんで出てきそうな爆弾もあるわ。あのサイズは解除できるとかそういう次元じゃねえな。銃美味しい。これを吐き出すのかと思うとワクワクしてくるわ。あががが、入りきらない。ここでタイムアップ。準備バッチリ、さあかかってきな。なんであの巨人は無防備なんだ。銃弾が効いてない。ふぅ、このレベルになるとヤバすぎる。巨人のインフレが止まらないゲームでした。嫌だから負けたのに勝ったみたいなの何これ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうつ主のミーです。最近筋トレにハマってるフランだよ。私も軽いトレーニングをしているマリサだぜ。え？まさか運動してないの私だけ？そうだよ、うつ主も今日から筋トレ始めたらいいのに。別に重たい運動じゃなくてもいいからな。だったら私はこのゲームから始めるぜ。いや、ゲームじゃなくて実際にトレーニングしろよ。まあまずはイメージトレーニングも大事だから。確かにどんな風になりたいかって考えるのも大事だね。それじゃあスタート。なんか右腕だけ鍛えられてねえか？化け物やんけ。鍛えすぎると体より腕が巨大化しちゃうのか。いろいろと思考がついていかないんだけど。右腕マッチョが巨人をボコボコにしてその巨人が飛んでるで OK? OK。
ダンベルだけでこの大きさ、どうなってんだ。これを両腕になったら巨人も楽々に倒せるようになるよね。こうはなりません。すごいトレーニングがあるもんなんだね。実際こうはならないけどな。ということでさらなるパワーを求めてどんどん鍛えていきましょう。この手のゲームって最初からあの巨人をボコボコにできないもんだよな。初心者だけどぶっ飛ばせちゃったよ。あの巨人見た目だけで実際めちゃくちゃ弱いのかもね。ちなみにこの赤いダンベルはダメージを食らってしまうので気をつけましょう。何が動いてるのかわからないんだけど。ガハ、グフ、ゴホ。これぞ右腕の力。右腕一本でここまでできるのはもうヤバすぎる。倒してダイヤがもらえます。そのダイヤを使ってさらに肉体改造すると。そうそう、腕ばっかりじゃダメだからね。腕の太さだけじゃなくて握力も強化しないと。そのうちあの巨人に蹴りつぶせるかもね。何を目指してんの。よく見たらよくわからんやつ掴んで壊してるよ。この人の目の前にいたら大変危険です。人間は掴んで投げるものなんだよ。脳みそ筋肉なんてレベルじゃねえな。よく漫画とかである頭掴んで浮かせるやつ、あれ一度はやってみたいよね。願望が怖い。今回は10倍に到達できるか。おお、いけそう。いけないんかい。まだ10倍には届かないか。あとちょっとなんだけどね。巨人の見た目がなぜか変わりました。あいつ武器持ち出してるよ。反則でしょ。反則。反則なのはこの右腕の方だけどな。あっちが武器とヘルメットを装備するなら、こっちはこの右腕に全てのパワーを乗せる。一発パンチで武器吹っ飛んだんだけど。あっはっはっは、武器なんか持ってたって意味ないってことだ。さあ10倍に落ちなさい。あ、ギリギリ10倍だったみたい。優しい判定でよかったな。私だったら間違いなく9倍にしてたよ。謎に厳しい。巨人の見た目がパワーアップしても記録更新できたからよかったな。自分が強くなったのか巨人が見た目で弱体化したか。見た目で弱体化って何。やっぱり人は見た目じゃないんだよ。中身だよ中身。人じゃないけどな。うおお、右腕がうなるぜ。殴られる前に武器を使え。武器を。今回も10倍でお願いします。うわあ、今回は9倍。なんともシビアな結果だ。どっちの方により体が入ってるか瞬時に判定されるんだな。これもう競技だよね。巨人吹っ飛ばしスポーツ。どこに需要があるのかなどだし、そもそも腕一本で巨人を吹っ飛ばせるやつ他にいないだろ。おお、なんて身軽なジャンプ。この腕であの動きができるのはすごすぎる。やっぱり鍛えてる人は違うな。腕が本体なんじゃないか。うおお、百裂肉球。だいたいこれどうやって浮遊してんだ。人間鍛えると浮遊することもできるんだね。できるかよ。いけ、10倍。さあ、しっかり着地。10倍いただきました。さあ、ステージもだんだん複雑になってまいりました。巨人の強さは変わらないみたいだけどな。もっと巨人も強くなってもいいんだよ。巨人も同じように鍛えればいいんじゃない。巨人がこの腕になったら勝てる未来が見えねえ。おやおや、巨人が細くなってない。ほんとだ、急にスタイル良くなってる。ナイフか何か持ってるんだけど。そんな物騒なもの持ってるなんて許せない。成敗。刃物に頼ったからこんなにロロロロになったのか。逆効果だったかもな。そのうち超能力とか使ってこないよね。パワー系は特殊能力に弱いってよくある話だしね。超能力を使う巨人なんて見たことないけどな。巨人が超強化する前に巨人の心を売る。もう十分折れてると思うんだけどな。鍛えつつしっかりダイヤも回収していく。そしてアスレチックもこなしていく。すごい握力だぜ。しっかり赤いダンベルは回避していきますよ。やっぱり丁寧にやっていくことも大事だよね。丁寧に殴る。殴るのに丁寧とか雑とかねえだろ。10倍まで飛べー。なかなか10倍は難しいか。え、ガリガリになってる。殴ったら元に戻るのか。一時的なパワーなんだろうね。あれ、また巨人が変わってる。あの武器はクワかな。悪魔が持ってるあれだろ。今度は悪魔できたか。悪魔の巨人 VS 悪魔の右腕。どうせあの武器もすぐ吹っ飛んでぶっ飛ぶ未来しか見えない。ああ、ゴールドのまま対決したかった。だから殴られる前にその武器を使え。わかんな。悪魔だぞ。悪魔の角がついただけのブヨブヨ人間でした。やったー、10倍判定されたよ。判定が甘い時と厳しい時の差は何なんだ。悪魔に勝ったってことはもう十分鍛えたよね。あんな化け物吹っ飛ばせるんだからそりゃもう十分だよ。これ以上強くなってこの先何を目指すんだ。ふ、強すぎるのも罪なのか。お前自身も頑張れよ。あ、今回は少ない。殴り続けなきゃダメだね。怖い怖い怖い。